玉木雄一郎氏が大激怒。就任前の衆議院解散を一刀両断。以前は衆議院を解散しないと国民に約束していた石破氏、約束を破り異例の就任前に衆議院解散を明言しました。国民民主党代表の玉木氏は記者会見で石破氏のルール違反を猛批判。玉木氏の怒りは当然ではないでしょうか。党の代表を務める彼の主張とは。ではどうぞ。昨日ですね、石破新総裁がまだ総理大臣になる前に、10月27日の投開票、そして、9日の解散総選挙という方向性を表明されましたけれども、これはですね、極めて問題のある行為だと思います。解散というのはですね、すべての衆議院議員の首を飛ばす行為でありますし、また、三権分立の中で、非常に強力なですね、内閣総理大臣の、権力作用の最たるものですね。で、それをまだ総理大臣に民主的な手続きを踏んで選ばれていない人が軽々に発言することはあってはならないと思いますし、それは非常に傲慢であり、権力行使をですね、軽んじている、立法府を軽んじていることに直結をいたします。で、こうしたですね、小さな手続きかもしれませんけれども、その権力にまつわる基本的なルールを守れない人はあらゆるルールを守れないと思います。で、石破さんは、ルールを守る自民党といって、高市さんに勝ったというふうに言われてますけれども、もうご自身が早速ですね、ルールを破る自民党になってるんじゃないか、ルールを破る自民党総裁になっていると思います。で、まだ、与野国がですね、開かれていないと。というのは、さっきまで坂本新、国対委員長はですね、農水大臣でしたので、まだ与党と野党で国対間で十分な議論もできていないと、これ前代未聞だと思いますね。私はきちんとですね、与野党の合意ができなければ、もう野党は出席しなくていいと思いますよ。与党だけで所信表明読めばいいし、代表質問も与党だけでやればどうですかね。丁寧に野党の議論も、野党とも議論してですね、意見も聞いて、それで国民の皆さんに判断材料を示してから、解散すると、あれだけおっしゃってたわけですよね。であれば、それを無視してですね、今、参議院もさっき本会議開かれたということですが、与野党合意がないままですね、与党の賛成で参議院も本会議を開いているということですから、もうのっけからですね、野党、すなわちその先にいる国民の声を丁寧に聞く姿勢が全くない石破政権だというふうに言わざるを得ません。自民党を変えてくれると、多くの人が信じて、石破さんを入れたと思うんですが、また、多くの国民の皆さんもですね、安倍政権の時も党内野党としてですね、キレのいい発言をされていたので、それで石破さんに期待し、国民人気も高かったと思いますが、昨日も申し上げましたけれども、その自民党を変える前に、自分自身が変わってしまってどうすんだということだと思いますし、極めて失望感が広がっていると思います。少なくとも私は非常に失望してますね。ですから、昨日一定の解散・総選挙の日程は表明されましたけど、それはあくまで、総裁として言ったことであって、内閣総理大臣に選ばれたら改めてですね、ちゃんと国会に向き合って、予算委員会、党首討論、しっかりとしたですね、与野党の論戦の場を設けて、しっかりと国民の皆さんに、どういう考えを市議選権が持っているのかを示した上で、解散するのが筋だということを改めて申し上げたいと思います。古川国対委員長にも指示しましたが、他の野党とも連携してですね、こういう不正常な、いきなり不正常なですね、数の力に任した強引な国会を開くのであれば、首班指名であっても本会議出なくていいから、他の野党ともよく相談してくれと、代表質問もやらなくていいですよ、こんなんだと、ね、ただやった、聞いたという形式に使われるだけですからね、そんなことを多分野党も我々も、そして何より国民は求めてないと思うんですよ。石破さんになったら、
ちゃんと野党の意見も聞く、丁寧な議論のできる国会ができると思って期待したはずですけども、全く期待外れと言わざるを得ませんので、厳しく向き合っていきたいと思います。以上です。ではご質問がある方は挙手をお願いいたします。共同通信の山崎です。はい、この石破、新総裁、これだけ解散を急ぐ理由っていうのはどのようにお考えでしょうか。ボロが出る前にやりたいってことか、そのご祝儀相場がね、皆さん民間の調査でも多少上がってるんですけど、その中身何も変わってないじゃないですか。結局その石破さんになったらね、今までやっていた強引な国会運営とかではなくて、ちゃんと意見を聞くということだったんだけど、結局自民党じゃないですかね。だからこれね、本当、今は今日、内閣発足して多少ご祝儀相場なのかもしれませんが、急速に冷めると思いますよ。だってやってること同じですもん。結局変わらないのかということですから、いや本当変わったということを見せるんであれば、せめてね、総裁選挙中にみんなおっしゃってた政策活動費の廃止であるとか、旧文通費の公開残額の返金、法律通せばいいじゃないですか、この国会で。で、通してから、この結果で十分でしょうかということで国民に問いかければいいのであって、空手型の連発した上でですね、しかも結局国会運営も従来型の自民党と変わらないと。これではですね、私たちも何でも反対ではありませんから、建設的に政策議論には乗りたいし協力したいと思ってますが、これではできないですよね。本当に残念です。はい、どうぞ。テレビ朝日の森本です。先ほどもう主犯指名とかにも出席しなくて、本会議出席しなくていいんじゃないかという話もありましたが、今後国民民主党としてどういうふうに代表質問とか党首討論の話も言われてますけれども、望んでいくかというところについて教えてください。今お答えしたいんですけど、まだ自民党側与党側からですね、どういうスケジュールでどういう内容 で例えば普通衆参で代表質問って、1.5、1.5 で3日じゃないですか。でそれなんで2日にするのかって説明も何もないし、なんかそうなんだろうなっていうのはメディアから聞きますけど、全く具体的な説明を我々野党側は受けてないんですよね。でなんでその普段3日やるのをその衆参で2日に縮めてですね、やろうなどということを考えるのか、こっちが聞きたいですよね。だから結局聞く耳を持ってない石破内閣ではないかなと。いい意味でね、君子豹変すっていい意味で使うんですけど、その悪い意味に豹変してどうすんだというのが率直な思いなので、どのように望みたいかというのは今申し述べたいんですけど、やりたいこと聞きたいこといっぱいあるんですよ。経済政策もアジア版 NATO なるもののね、曖昧さとそのなんていうかな、全くこうなんか野党が言ってるような政策になってますよね。だってもう一国の総理がああいうことを言うことによるその同盟国に対する不信感とか、あるいはあれ憲法改正しないと絶対できないですね。フルスペックの集団的自衛権ですから。だからそういうことも含めてどういう道筋をやるのかも示されないままですね、何かこう空理空論を掲げているような気がして、あれアジア版 NATO 構想は即刻取り下げた方がいいですよ。我が国の安全保障に全く役に立たないですから。はい、それも含めて強く申し上げたいし、何より経済政策がないですよね。今日株価は少し戻してますけど、これはアメリカの株が高いんでそれでつられて戻ってるところありますけど、ただそのどういうふうに経済政策をやっていくのか、地方再生でやりますって言うんだけど、地方再生担当大臣やってて地方再生できなかったわけでしょ。国会やりましたけど、既存の予算の名前書いて付け回しがもう何割も占めてるっていうのは、私自身パネルで示して国会でやってますから、だから新しい政策は何もないですよね。だから経済政策にしても、安全保障政策にしても、不透明さしかないので、そこをしっかり正していく。そのためには十分な時間を取った予算委員会、党首討論をやらせていただきたいなと、堂々とやりたいと思います。はい、どうぞ。
朝日新聞の松井です、はい、各野党と連携していきなり不正常な国会を開くなら首班指名であっても本会議出なくてもいいとのご発言がありましたけれども、これその各野党が、まあ、賛同していただいて皆さんでやれれば、まあ、それがいいということですけど、もし各野党がこれに賛同していただけない場合は国民民主党としてはどうされるんでしょうか。まあ、我々ね、ちっちゃな政党なんで単独でやっても効果がないので、これも野党第一党に、古川国対委員長からも申し入れをしてもらうようにしましたけども、私はね、この軽い話じゃないと思うんですよね。そもそも総理じゃないものが解散に言及してスケジュールまで示してやったり、与野党の合意を得ないままですね、その新内閣の下で国会が開かれていくっていうのは、これはね、先例にしない方がいいと思いますよ。ですから、ここは厳しく臨めばいいと私は思うし、これはもう国会のルールというか、さっき申し上げた三権分立の中での権力行使の基本ルールなんで、それを違えるようなことにやすやすと乗るべきではないと思いますから、まずは野党全体でそういう合意が取れるかどうかやってくれということで、今協議することを指示しましたので、まずはその結果を待ちたいなと思います。はい。衆院選が目前に迫ってますけれども、野党各党で競合している選挙区が多数あります。裏金議員を倒すという意味で野党の一本化が必要だということを立憲の野田代表はおっしゃってますけれども、なかなか選挙区調整容易ではないと思うんですけれども、その裏金議員に向き合うための野党一本化について国民民主党としてはどのようにお考えですか。はい、報道でそういう意向や趣旨を示されているのは伺っているんですが、今の時点で何の声かけもないので、判断しようがないですよね。どの選挙区で誰に対して、どういう候補で一本化していくのか、いきたいのか、まだ全く我々としては聞いてないので、今の時点ではお答えしようがないというのが現状ですね。はい。主条件が整えば10月27日に解散総選挙を行いたいと考えております。これは全国の選挙管理委員会などの選挙準備の観点から本日表明をさせていただくものであります。私が総裁選挙の間に申し上げたことはその通りであります。従いまして、衆議院参議院におきます所信表明、それに伴います当然のことでありますが、質疑というものはきちんと行うということでございます。その他予算委員会あるいは党首討論、これも委員会形式でございますけれども、その開催につきましてはこれは国会のご判断というものがございますので、それに従いたいと思っております。いずれにいたしましても国民の皆様方にご判断いただける材料というものをきちんと整えるような努力は続けてまいりたいと考えております。この先ですね、石破新総裁、10月1日召集の臨時国会で首班指名される見通しです。総理に就任された後、衆院解散はいつ行われるお考えでしょうか。またその際にですね、一連の裏金事件で処分された国会議員、この方々公認されるお考えでしょうか。お伺いいたします。まだ内閣総理大臣として指名を賜っておりません。その時に考えるというか判断をきちんとしていかねばならないと思っております。ただ新体制が発足をいたしますので、新政権が発足をいたしますので、いずれの実家には国民のご審判を賜らねばならないということはよく承知をいたしております。今回の総裁選でいろんな議論がございましたが、やはり全国民の代表者であります国会議員で構成されます野党の方々とも論戦を交わした上でご判断をいただきたい。しかしながら、なるべく早くご審判を賜ればならない、その2つを合わせて適切な時期を判断をしてまいりたいと考えておる次第でございます。すみません、一連の裏金事件 その処分された議員の後任についてはいかがでしょうか。これは我が党は、これ私も幹事長でずいぶん関わったことでございますが、後任につきましては選挙対策本部で決定をいたすものでございます。
そこにおきまして、それぞれの選挙区の事情、公認をすることは当選の可能性ということが大きな判断材料になってまいります。そういうことを踏まえまして、選挙対策本部で適切に議論し判断することになりますが、公認権者は総裁たる私でございます。そこにおいて、この方を公認するにふさわしいという説明責任は、公認権者たる私もきちんと果たしていきたいと考えておる次第でございます。総裁の方がですね、今、10月27日投開票の日程で、動きとか方針が固まったんじゃないかということもありますけれども、この方針に対してどのように思われるか、また共産党として選挙準備、どのように進めていくかというのを改めてお願いできますでしょうか。はい、もうこの早期解散ですよね、もう党利党略、裏金隠し、疑惑隠し、これで逃げ切りを狙うというやり方は、非常に問題が大きいですよね。もう許せないです。断固としてこれは今国会の中で議論中ですので、私たちは抗議をして徹底的な論戦必要だということは国会の中で主張してまいりますが、もう9日間の会期ということが提案されている以上ですね、これはもう本当に迎え撃って必ず総選挙での躍進勝ち取るということで頑張り抜いてまいります。そういう意味では今日こうして総決起集会をですね、党として持てたことは非常に重要だったというふうにも考えます。はい、石破新体制にはそんなに我が党との論戦が怖いのかと、論戦が怖いのかということも言いたいですね。はい、徹底論戦が怖いのかと。はい、当然日程としては予算委員会を求めていくという姿勢には当然変わりなく、当然です。まさに今衆議院の議院運営委員会で議論中というふうに聞いていますが、総裁選の中で予算委員会も開かずに早期解散かのような、ね、ことを言った候補者に対して、石破氏自身がきちんとした議論が必要だということを述べていたはずです。何もかも手のひら返しですね。裏金議員の公認も最初はしないかのように言っておきながら、これはもう公認しなきゃ戦えない選挙ですからね、それも手のひら返しと、で国会の中での、議論っていうのも必要だと言いながら手のひら返しと、まさに自民党が追い詰められている姿を示していると思います。はい、ちょっと話題があるんですけど、これもご挨拶の中で野党共闘についてお尋ねしたいんですけれども、立憲民主党さんのこと名前を挙げておっしゃってたと思いますが、最大限候補者を立てていくということを表明されたと思います。ちょっとその意図とですね、今後のその交渉の党と党としての交渉のあり方というのはどのようにお考えでしょうか。今の政党状況の下でこの共闘については私たち の考え方は、立場はすでに先ほど述べた通りなんですね。やはり市民と野党の共闘の、基盤が損なわれていると、安保法制の存続に道を開くかのような発言がある以上ですね、これはこの選挙では私たちは最大限もう小選挙区の候補を立てて、日本共産党の躍進を訴えることに力を尽くすということに尽きるということになります。石破新総裁がですね、過去マスコミとかに取材でいわゆる憲法の7条解散というのを否定していたかと思うんですが、今回はその7条解散に踏み切るということになりました。こういうその態度が変わるということに関してはどのように見ますか。党利党略のためには何でもやるということですね。非常に危険な新体制になるだろうと、新政権になるだろうということを指摘しなければならないと思います。憲法については先ほども指摘したとおり、憲法改悪は本当に軍事一辺倒突出内閣になりそうですからね、ここの危険性を大いにやっぱ訴えていかなきゃいけないなと思いますね。これほど憲法をないがしろにする、やり方も含めてですね。はい、もう一旦限定的な協力にならざるを得ないということだと思うんですが、この限定というのはその候補者個人というのがあり得るのか、ある程度その地域都道府県レベルでの共闘ということになるのか、どういうものを想定しているんでしょうか。もうこれは報告で述べた通り、地域によってということです。地域です。はい、はい、2015年、連合政府、構想を出して2回の党大会やって、現場的にはですね、多少とも当選しそうな人を応援できる、いろんな人と付き合える、それって楽しいじゃないかという話を僕は問いの方からいろいろ聞いたんですけど、もうこれからはもうその部分がねなくなっちゃうということなのか、つまり
立憲民主党は、はっきり言えば与党の補完勢力みたいな扱いにするのか、もちろん集団的自衛権と話はありますけど、野党の本質ってそれだけじゃないと思うんですけどね。その党員の気持ちを考えたら、この9年間10年間一体何だったんだろうと思う人が少なくないと思うんですけど、その辺はどういうふうにご説明になるんですか。もちろん増やすためにやらないといけないでしょうけど、劇的に変わっちゃったんじゃないかって気がするんですけど、どうなんでしょう。私たちの立場は基本的に変わらず、むしろ前進しているんですよね。やはり2015年に私たちが市民と野党の共闘を呼びかけて、国民連合政府を作ろうと呼びかけたと、ここが今私たちの共闘の踏み出しになります。でそれは安保法制を廃止する政府が必要だと、そういう政府を幅広い国民の皆さんと一緒に、そして協力できる野党と一緒に作っていこうという呼びかけで、この呼びかけが市民の皆さんと共鳴し合って、市民と野党の共闘というのは前進してきたと思います。で前進してきました。でそういう前進があれば当然妨害もあると、それを押し潰そうという凄まじい動きが生まれると、そういうこの攻防の中の今の到達点だというふうに捉えてます。だから私たちは今後もこれまで培ってきた市民の皆さんとのですね、共闘連帯というのはさらに広げたいと思うんですよ。やっぱり何を要とする共闘なのかっていうことを互いに確認し合いながら、それをもっと国民的に広げるにはどうするか、他の野党がそこに結集していくにはどうするかという新たな発展に、ぜひそういう流れをですね作っていきたいと思います。15年より前の時のね、孤立孤高主義のところに戻るというふうに見えちゃうんですけど、そういうふうにね、そういうことではないんですか。違います。共闘の力で変えるという立場は変わらないと。で今私たちがやるべきは国民との共闘だと、国民の皆さんとの共闘が新たな市民と野党の共闘を作り出していくと、新たな発展につながっていくということを訴えていきたいと思います。はい、皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。石橋は首相に就任する前に衆議院解散を明言しました。ルールを守る自民党を掲げたはずにもかかわらず、早速ルールを破りました。ルールを破った理由はボロが出るのを防ぐためと言われています。石橋の表現ぶりに国民民主党の玉木雄一郎氏は記者会見で猛批判。記者会見では怒りに燃えていました。国民民主党の玉木氏は今回の衆議院解散について記者会見でこのようにコメントしています。明日には総理になっているからいいではないかと考えたのかもしれないが、それこそ権力者の思い上がりで、こうした手続きを守らないことが重大な権力の暴走につながることは憲法が定める権力統治の基本ルールに関することであって、決してないがしろにすべきことではない。今回の動画を見た視聴者の反応を紹介します。解散に対して思った以上に玉木さん切れてるな。まあ残念でもないし当然だけどね。こんな非常識な総理は前代未聞です。始まる前から野党軽視などありえない。ずっと自民党を応援してきましたが、今回本当に失望しました。高市さんを総理に、高市さん、日本のために立ち上がれ、麻生さんも立ち上がれ。衆議院が7条解散をする場合、内閣の助言を受けて天皇陛下が国事行為として解散させます。石橋の発言は天皇陛下に失礼な発言です。天皇陛下に無礼を働いた石橋は日本人として絶対に許してはいけません。首相就任前に解散を明言するのは玉木氏の指摘通り権力の暴走につながりかねません。民主主義国家である以上憲法は守らなければなりません。しかし石橋は自分たちの権力を守るために憲法が定めているルールを平然と破りました。しかも国民に衆議院を解散しないという嘘をつきました。この行為は自分たちの権力を守るためならルールをいくら破っても良いと考えていると言われてもおかしくありません。それだけではなく今回の石橋の発言は民主主義に対する冒涜です。石橋の言動に国民民主党代表の玉木氏をはじめとする野党がブチ切れてもおかしくありません。首相就任後の即解散で国民や野党を激怒させた石橋、次の衆議院選挙で自民党の議席がどうなるかが見ものですね。石破茂政権に不満を持つ人は、ノー石破政権とコメントしてください。次の衆議院選挙が気になる人は、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。